様、ホリエモン様はお好きですか？私は結構、好きです。ものすごく優秀なのに、行き過ぎて逮捕されているところや、ものすごい勢いで、ブチギレるところなどが、彼のチャーミングポイントですね。ホリエモン様は先日、こんなツイートをされていました。台風煽りで貴重な3連休の売り上げを失うところも、声は出せないよね。人命最優先とか言われちゃうからさ、困るな。でもそうだったけど、ちょっと今の風潮はやりすぎ感あるね。で、これに対して一般の方がこう指摘します。自然の猛威を舐めちゃいかんよ。明日の昼から鹿児島の指宿か、宮崎に行って外を歩いてみてください。何事も命が大切なんですよ。するとホリエモン様は、一生引きこもってろクソ笑い、といきなりブチギレ、一体何が彼の金銭に触れたのでしょうか。そんな切れるほどか、というツイートに対して、謎のブチギレをかましていくところが、彼らしいですね。ホリエモン様といえば、野菜食べてますか？みたいなコメントに対する、こちらの返信も有名です。ほんとクソな質問だよな。お前死んだ方がいいよ。肉の写真をアップしてるのは、インスタでワグーを広めたいからってんの。見てわからない。お前こそ、そもそも普通に野菜は好きだから、たくさん食べてるけど、インスタでそれをアップしてもクソの役にも立たねえだろ。それを野菜とかを子供の頃嫌いだっただろう。お前みたいな奴らに邪気されたくないね。俺は美味しい野菜を子供の頃からたくさん食べてて、むしろ肉より野菜の方が好きだった。それは食ってた肉がまずかったからだ。それをようやく口に苦しまとな文脈で、野菜を食べた方が健康ですよって上からマウントで、クソコメント送るなボケ、二度と来るな。他の人から、野菜食べた方が太らないよと言われて、関係ないわ。むしろ一緒に野菜食べた方が太るわしょう。しかも食ってるし笑い。じゃあなんでそんなに太ってるの？と聞かれて一緒にたくさん野菜食ってるからだよしょう。刃物の野菜以外は炭水化物の塊だで野菜って、バカだから知らないのか笑い。またこの他にも、野菜食べてくださいと言われて、ホリエモン様は死ねよ、と返信しています。こんなん、面白すぎるでしょ。これ多分なんですけど、本気でブチギレてるわけじゃなくて、ブチギレたふりをしているだけだと思います。ブチギレた演技をする理由は、その方がリツイートやいいねが多くなるからです。というか本人も、なんかそんな感じのことを昔どこかで、おっしゃっていましたね。煽った方がリツイート稼げるじゃん、みたいな。私もよく、おい〇〇、ふざけるな、みたいな動画上げてるじゃないですか。あれと同じようなものです。この野菜に関するブチギレっぷりは、今でも定期的に、ネット上でネタにされるくらいの、レジェンド級の名言になっていますので、結果ホリエモン様に、かなりの利益をもたらしていることでしょう。ちなみにホリエモン様の動画によると、子供の頃バーベキューとかでも、野菜ばかり食べてないで、肉を食べなさい、って言われるレベルで、野菜が好きだったそうです。野菜の妖精3説、あると思います。また生放送で、ちゃんと野菜食べてて偉い、と視聴者から煽られて、カメラを叩いてブチギレる動画も、人気を博しています。カメラを叩くっていうの、斬新ですよね。視聴者にダメージが一切入らないことが、分かっていても、怒りを抑えきれなくてカメラを殴るっていう、この動画に対して、次のようなコメントが寄せられています。野菜に親を救われた男、野菜の話になると、IQ2 になる男、人類が歴史上生み出した動画の中で、ある意味一番面白い、ブチギレ動画の中の、ホリエモン様の迫真の一言、野菜は美味しい食べ物なんだよ、迫真、という言葉は印象的です。確かに野菜は美味しいです。これはマリです。玉ねぎと人参を茹でて、そこにコンソメをぶち込んで煮込めば、めちゃくちゃ甘みが出ます。野菜ってこんなに甘いんだ、と驚くはずです。ホリエモン様が、野菜は美味しい食べ物なんだよ、とぶち切れる理由がわかると思いますので、ぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。